海家温泉の1、海家温泉の1、海家温泉は、鳥取県米子市にある温泉。弓ヶ浜の海家海岸に面する東西1000メートル、南北400メートルの狭い範囲に、大型ホテルを含む宿泊施設が集積する。その収容規模は、約5000人で、山陰最大級である。鳥取県が入島税をもとに算出した調査によれば、近年は、 年間40万人前後が利用しており、2017年、現在、鳥取県内の温泉では最も入湯客が多い。米子の奥座、山陰の熱海とも呼ばれる。塩化物船で、第3期の安山岩層の割れ目から流出している。1900年に発見されたが、海岸の侵食によって、当初の源泉は水没してしまい、護岸工事が行われた。流出量も多く、 源泉の温度は鳥取県内で最も高温である。海家温泉の集中管理線に与那市街の北東部に海家温泉1丁目の4丁目があり、そのうち海家温泉3.4丁目に高層ホテル、旅館が立ち並び温泉中心街を形成している。白車の美しい弓ヶ浜沿いにあり、夏季には海水浴場となる。湯上がりの散策に好まれる温泉街は東には 保越しに大産がよく見えて日本の朝日百選に選定されているほか、日本のなぎさ百選、日本の白社聖書百選、都市景観百選にも選定されている。浜の内側には大きな温泉旅館やホテルが浜に沿って一直線に立ち並ぶ。旅館街には飲み屋、飲食店、風俗営業の店が集まる。1884年頃。 砂浜から180メートル沖合の海面が泡立っているのが漁師に発見され、泡の場と呼ばれるようになった。ところが、日の川を流されてくる土砂によって海岸が前進し、泡の場はどんどん陸に接近してきた。これに注目した地元の事業家、伊島玄太郎が温泉掘削を計画したが、実行に移される前に漁師である山川中五郎が浅瀬に湧き出る熱湯を偶然、 発見した秋、事業家や村が温泉の開発経営を試みたが、いずれも失敗し、経営難となった。これを引き継いだのが、米子の実業家、有本松太郎で1921年に会社を設立して、福佐村から土地を買収した。有本は、京都を模して、外区整理による都市計画を進めるとともに、鉄道、競馬場を整備し、様々なイベントを開催して、 集客に努めた。背後の大山と三保湾越しの島根半島、夜見が、浜や沖島の円形などの景観と与那越市に近いことから、山陰随一の温泉間落街になった。温泉地区が海浜に立地することで、長年にわたって海岸の浸食による影響を受けてきた。特に冬季は、日本海からの強風で海浜の浸食が激しく、海岸が、 一晩で13メートル後退したこともある。20年間で海岸線は60メートル以上後退し、11軒の旅館のうち7軒が水没するに至った。対策として、鳥取県が防砂堤や防潮堤を作り、砂州を造成して侵食を食い止めている。戦後は団体客が多く訪れるようになり、今日に見られるような温泉街に発達する。一方で、 陥落温泉から健康的な温泉へイメージ変化を図っており、1978年には弓ヶ浜に海水浴場を整備、1981年には日本で最初のトライアスロン競技が開催され、その発祥の地として毎年大会を開催している。その他スキー、キャンプ、登山、釣りなどの拠点としての開発も行っており、その他イベントの開催や郷土文化の伝承。 来訪者の手形をはめ込んだ海岸遊歩道の整備など様々な試みが行われている。1925年から1938年には、米子電車軌道という路面電車が米子駅前と温泉を結んでいた。1997年以前は各自治体の申告に基づいて利用者を推計していたが、それによれば1997年の1年間の利用者は、 約177万人で、三笹温泉に次ぐ、県内2位だった。ありがとうございます。